王シドとは科学者やその他学術著作者を一時的に識別するためのヒプロプライエタリエ数字コードである。王シドを用いることにより、個別の著者が科学文献や人文科学における出版物へ寄稿した際に、その人を特定できなくなってしまう問題を解決しようとしている。特に、ほとんどの人名は独自ではなく、同性同名の人がいたり、 結婚や文化的事情などによって解明したり、ファーストネームのイニシャル表記使用、異なる文字の利用といった事情で一貫性を持たない、などの場合があるためである。王シドは人を対象とした永続的識別子を提供しており、これはデジタルネットワーク上のコンテンツを対象としたデジタルオブジェクト識別子と類似のものとなっている。王シドの管理団体は、研究や 学術出版における機構者識別のデファクトスタンダードになることを目的にオープンかつ独立したレジストリを提供している。2012年10月16日、オーシドは自身のレジストリサービスを立ち上げユーザー識別情報発行を始めた。オーシドははじめオープンリサーチャーコントリビュータアイデンティフィケーションイニシアティブとして設立され、プロトタイプはトムソンロイターが 自身のリサーチアイ ID システムで使用するために採用したソフトウェアを使って開発された。当機は現在2010年8月設立の独立系非営利団体であるオーシド・インクになっている。事務局長はローレルハークで2012年4月に就任している。オーシドは自由に使用できて他の ID システムと相互運用できる。 2012年10月16日にレジストリサービスを立ち上げ、ユーザー識別情報の発行を開始した。かつてーシドは URL で定義していて、例として、ジョン・ウィルバンクスのーシドは、http ーシド o r g 0 0 0 0 0 0 2 4 5 1 0 0 3 8号となっていた。しかし、いくつかの出版社は、ーシド 000 0000000245100385というような短縮型を使っている。ー指導は国際標準化機構から ISO27729 として定義されている国際標準名称識別子のサブセットになっており、二つの団体は協力し合っている。イスニーは本、テレビ番組、新聞への機構者を一時的に識別し、 0000001500007から000000350000001 00 00 00 000の範囲で大指導が使う識別子のブロックを確保している。これにより、個人がイスニーと大指導を両方、事実上イスニーを2つ持つことが可能になる。大指導もイスニーも識別子の文字数が16文字で、 0から9までの数字と4つずつ分ける配分を使用している。最後の文字には10の数値を表す X を使用することができて、ISO, IEC7064-2003 標準に準拠したもっと1 1からにチェックディジットになっている。架空の人物に適用されたオーシドアカウントもあり、女性アイスカーベリーのオーシドは https、o c i o r g 000000218250097 000となっているがこれはテストや講習用のサンプルとして使用される。ーシドの目的は科学から常に増え続ける学術文献に埋もれたつながりやアイデアを発見するために学術出版物を探索できる電子科学への移行を支援することにあるが各研究者に簡素な出版一覧をはるかに超える科学機構の 写真を提供するとえ間なく更新されるデジタル履歴書を提供する使用法も別に提示されている。このアイデアは他の組織が自身のサービスを構築するためにオープンアクセスのオーシドデータベースを使用できるようにするためにある。ネイチャーの社説に科学者が論文を作成するときに追加のタグ付けとしてオーシドを使うことについて触れているが、 大学のブログポストのコメントや未公表のドラフト論文、Wikipedia の記事編集その他多数を作成するのに役立つデータセットに割り当てることができると記述している。2014年4月、オーシドは、c o n s テ l ア t ド Advancing Standards in Research Administration インフォメーションとの共同作業で、査読のために機構を記録し承認する作業の計画を発表した。 2013年末時点で111の登録団体、46万人以上の登録者がいる。2014年11月15日、大シドは登録者が100万人に達したことを発表した。登録団体には、エルゼビア、シュプリンガー、ワイリー、ネイチャーパブリッシンググループが含まれる。その他、カリフォルニア工科大学、コーネル大学といった研究機関、 トムソン・ロイターを含む、営利企業、学会、事前団体、ウェルカム・トラストが登録している。2014年6月、オーシドは、アンディ・マベットをウィキペディアン・インレジデンスに任命した。ウィキペディアにある、ニック・ジェニングスの記事におけるオーシド登録者、スポンサー、ジャーナル、出版社、他のサービスに加えて、ワークフローやデータベースにもオーシドが含まれている。例として、 ザ・ジャーナル・オブ・ロス,イアンス・ of r o シュプリンガーパブリッシングヒンダウィパブリッシングコーポレーションヨーロッパプブメドセントラル国立情報学研究所の研究者リゾルバーウィキペディア、ウィキデータに、オーシドが組み込まれている。一部のオンラインサービスでもオーシドからデータを、エクスポートやインポートするツールが作成されていて、スコパス、フィグシェールがそれに当たる。トムソン・ロイターも、 オーシドとリサーチャー入り間でデータを相互交換できるようになっている。サードパーティー製ツールでも他のサービスからオーシドへコンテンツを移行できるが、例としてオーディンによるダタサイト対応ツールやメンデリーにオーシドによるメンデリー対応ツールがある。一部のオーシドデータはまた RDF として取り出すことができる。ありがとうございます。